こんならが勇ましいわけねえだろうということで、はい、皆さんおはこんばんちは、ダンデランスタジオのアナベルです。今回唐突ではあるんですけれど、ね、今回から実況していきたいタイトルがこちら、ドラゴンクエスト5の、なんとスーパーファミコン版でございます。はい、懐かしいね。まあ、だいぶ前にね、DS 版を実況は、しておりまして、まあ、それも、再生リスト残っているんですけれども、まあ、今回はそのスーパーファミコン版ということでですね、まあ、ちょっと前にドラゴンクエスト6もスーパーファミコン版をプレイして、まあ、魔物を縛りでね、まあ、魔物縛りって、まあ、縛りっていうほど縛ってもないんだけども、プレイをさせていただきまして、まあ、今回は、このドラゴンクエスト5をスーパーファミコン版でね、遊びたいなってふと思いまして、やります。はい。まあ、一回ね、実況としてはやっているので、まあ、今回もストーリー部分に関しては結構サクサクっとした感じで、まあ、進めちゃおうかなっていうふうに思っているんですけれど、まあ、ね、普通に、特になんか、何縛りとかそういうことも、そういったことも何もなく、まあ、普通に、このね、スーパーファミコン版の仕様とかを、まあ、思い出しながら遊んでいけたらなというふうに思いますので、お付き合いいただきたいと思います。まあ、今回は、裏ボス、エスターク、倒すまでやります。っていう感じですね。はい。まあ、じっくりやっていきましょう。この辺のね、文章とかもね、読もうかな、どうしようかな、ちょっと悩んでんだけどね。まあ、適当に遊んでいきます。うん。そう、でも今回ね、まあ、どういう風に遊んでいこうかなっていうところではあるんですけれど、まあ、ほんと、普通に、ね、スーパーミ版とそれ以降のリメイクでどういったところが違うのかっていうところをね、思い出しながら遊んでいけたらなと思いますね。まあ、早速ですけれども、その DS 版だと、あ、とか、まあ、プレステ2版でもか、このね、こちら側から上がれるところが、まあ、ルドマンの、まあ、個室というか、まあ、そういった感じになっていて、ちょっとね、スゴロク剣とか薬草とかが割と冒頭でも多めに拾えてラッキーっていうような、感じだったかなと思うんですけどね。
スーパーファミ版だとなんとこの薬草一番しか、拾うことができないという結構わびしい感じで、まあ、ゲームが始まりますとね。はい。で、そのリメイクで、まあ、メンバー、パーティーメンバーが、4人に増えたっていうところで、スーパーファミコン版だと最大3人でね、冒険をする、ことになるので、まあ、ファミコンのあの、ドラゴンクエスト4から考えてみたら、1人減ってるじゃんっていう、な感じではありましたね。まあ、その分、その、ね、強力な魔物とかを仲間にして編成して、一緒に戦ってもらうっていうようなシステムだったのが、まあ、当時もだし、今もだし、まあ、他のね、まあ、6もちょっとその魔物を仲間にするっていうのはおまけ的にはあったんだけども、それよりも、結構重要度が高い、まあ、要素になってるのかなって思いますね。で、その3人パーティーか4人パーティーかっていうところで、まあ当たり前ではあるんですけれど、そのリメイクの方が、そのプレス、このスーパーミバンよりも、平均的に敵が強い。まあ HP が多いっていうくらいですかね。やっぱその、人数がこっち、1人増えてますんで、まあその分戦力的にも、ね、まあ 25% くらい上がってんでしょうっていうようなのに合わせて、ね、調整が入ったっていうような感じですよね。あとはその細かいその特技とかの仕様とかも違うんで、まあ、そのあたりも、まあ、随時思い出しながらやっていけたらなと思います。あと、そうね、リメイク以降と、リメイク前とで、その、強さの基準というか、これが強い武器なんだよとかっていうところの、だとか、その、これが強い魔物なんだよっていう、この辺の違いとかもやっぱ出てくると思うので、そのあたりをじっくり楽しんでいけたらなというふうに思います。はい。このスーファミはスーファミでやっぱ味があっていいよね。自分のドラクエ5めちゃくちゃ好きなんですけど、覚えてるのがね、そのドラクエを、まあ、自分も物心ついた時からドラクエはやってて、それがちょうどこの、ドラゴンクエスト5だったんですよね。自分が物心ついた時にも手元にあったのが、これの発売が1992年の9月なんで、もう物心ついて一番最初にもう触れたドラクエっていうのは、まあタイミング的にも、このドラクエ5になるし、まあ自分がその物心ついた段階ではこのドラクエ5が最新作だったっていうところもありましたですね。うん。まあそういうのもあったし、まあ、ドラクエを触り始めて、まあ、自分もともとね、家族全員こういったゲーム好きっていうのもあって、まあ、親の影響でね、ちっちゃい頃からそういうゲームを遊んでたっていう感じではあるんですけど、自分でやっぱこの子供の頃にやってても、言葉の意味がわからなくて、先に進み方とか、そのフラグ立てがよくわかんなかったりとか、っていうところでね、結構挫折したタイトルとかもその時は多かったんですけど、この中でもこのドラゴンクエスト5はドラクエをやるようになって、生まれて初めてまず自分の力でエンディングまでたどり着いたのがこのドラクエ5だったなっていうところで、非常に思い出深い作品となっております。ドラクエを自分が好きになったきっかけと言ってもいいタイトルだよね。まあ、これで言うと、ファイナルファンタジーも自分5がね、割とスタートだったんですけど、なんだかんだこの5作目というのには結構縁があるよね。ちょうど FF5 もね、同じく、92年の12月に発売されてるタイトルだったんで、割といい。タイミングですかね。あ、でも物心ついた時点で考えると、6?
FF6 ももうこの当時自分の手元にあったなっていう感じのタイトルだし、ドラクエも自分の子供の頃だと特に発売はされてるの95年の12月なんで、なかなか絶妙な時期だよね。まあね、プレイステーションの発売日が1994年の11月なんで、ドラクエ6が出る頃にはもうすでに世の中にプレイステーションというのは存在してたので、まあそのあたりから徐々にこうね、出てくる作品も、だんだんスーパーファミコンから、プレイステーションに移行したり、出たのが1996年なので、まあそのくらいまではまだ、まあ、スーパーファミコンも現役で活躍、まあスーパーファミコンもね面白いゲーム多いんで、結構現役の時代も長かったと思うんですけどね。まあいい意味でね、バカゲーも多かった時代なのでね。個人的にやっぱその90年代初期はゲーム面白かったなぁ。90年代初期というか、90年代かな。ゲーム面白かったなぁ。あの時代はな。いや、まあ今も、もちろんいいゲームはあるんだけど、まあ、昔よりも、個人的にはね、あくまで個人的な話ですけども、当たり外れが激しくなったなっていうような感じはしますね。まあ、完全にね、ゲームの好みの問題ですけどね。なんかね、グラフィックとかは、すごくても中身すっからかんとかっていうような、まあ、タイトルもちらほらあるんじゃないかなっては思いますしね。何とは言いませんけど、はい、いや、まあこの当時もですし今もですけども、まあね、永遠のね問題ですよね。ビアンカ派かフローラ派かっていう、キャラ性能とかね、あとはその冒険の時のその支援の手厚さとかね、そういったところで言うとどうしてもやっぱフローラに傾いてしまう人っていうのは多いんですけど、まあね、ちゃんとこのストーリーを楽しんでる人としてはビアンカだよねみたいなさ、こういう論争が今でも終わらないわけですけれど、なんなら第三勢力が出始めてますからねあとね、結構レアケースなのがね、フローラと結婚しないと天空の盾もらえないんじゃないのっていう勘違いでフローラを選んじゃう人っていうのが地味にいるみたいでね、それがまたちょっとおもろいなって思ってみたり、ちょっとおかみさんそこ解いて、いやーなんか当たりたいこともいろいろあるし、なんかね、ここはこうだったんだよ、ああだったんだよっていうのを喋りたいのいっぱいあるんだけど、なんか割と後でどうせ分かる要素だからさ、今喋ったところであんまりね良くもないからね、使っちゃおう。
自分は割とね、序盤で拾う種って、売ってお金にしちゃうこと多いんですけど、割と高めに売れるからさ。あ、今回は。ね、使っちゃいましょう。さあ、サクサクいくぞ。自分はこのね、入り口付近でね、お金貯めて武器屋で武器買うみたいなことはしませんから。これトゲ坊主かな。セミモグラは防御して一発で倒せないというか、ね、倒すのに時間がかかってしまう場合があるんで、セミモグラは基本後回し。いい乱水引いた。はい、よしよ。おいいね。お、いよいよ。うん。まあ、ここは右側に宝箱あるんだけど、もうそれは帰りに回収するとして。に当たった時が怖いんで一応回復しとこう。トゲ坊主かな。今のレベルだとドラッキーをワンパンできるかどうかがちょっと怪しい。レベルまで上がってまあ結構な確率で倒せるかな、たまにワンパンしないかなくらいの感覚だったと思う。当たらないけどね。運悪くなんか2連で当たっちゃったりすると怖いよね。あ、旅人の服。スライムからな。結局そのスライムを生かしててもまあ今の守備力だったらほぼほぼダメージ受けることないとは思うんですけど、倒しやすいところから倒していこうよというね。
こいつ強いからさっさと倒さなきゃやばいっつって、その強いやつにね、時間かけてる間にその弱いやつにチク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 削られて、負けてしまうっていうパターンは割とあるんじゃないかなと思うので、やっぱ自分は確実に倒せる方から倒していく。まあ、なんなら別に今ここでね、死んじゃってデスルーラーしても特に、ね、影響ないし、あまり気にする。まあ、この101ゴールド失うのはなかなか痛いですけど。この後結局ね、レベルは上げないといけないしね。お、なんだその仲間外れは。そう、割とどうでもいい話なんですけど、自分ね、ドラゴンクエスト4のファミコン版って、まあ、そういう AI 戦闘が始まったばっかの作品なんだけども、ドラクエシリーズの AI の中だと、結構4の、AI はすごいなっていうのを思ってて、学習型の AI だよね。だからまあ、最初は結構バカなこともするんだけども、まあ何ターンか結構戦ってると、そのうちそのね、敵ごとの体勢とかも覚えて、最適な行動を取るようになっていくよねっていうので、結構すごいなって思ってたんですけど、このね、ドラクエ5の AI ってお世辞にも賢いとは言えないんですよね。むしろちょっとお粒が足りないというか。ただまあね、どうしてもその魔物を仲間にして戦っていくっていうシステム上、その賢くない魔物は言うこと聞かないっていうのがね、あったりもするから、多分その兼ね合いもあるのかなーなんて思ったりするわけですよね。一桁台の魔物だとマジで言うこと聞かないからさ。それがプレステ2だと一応緩和されて、20以下はまあ半々ぐらい言うこと聞いてくれるよねっていう風になったんだけど、スーファミ版の時は一桁台のやつは、まあ、ほぼというか、もう全然言うこと聞かなくって、10から19までが半々くらいの確率になるのかな。こんな感じ。というわけで、合わないかもね。布の服いらないでちゃおう。これね、尖った子になってたら買ってくれんすよ。って言っちゃうとね、まあ何したいかはもう分かっちゃうんですけど、せっかく SFC だからね、やれることはやらなくちゃね。まあ今回ちょっとそういうこついこともしながら、エンディング目指していますんで、よろしく。特にね、RTA とかしたいわけじゃないんで、普通に楽しんでいきたいと思います。本当、今回はね、このゲームやりたいからやるっていう感じなのでね。
というわけでアルカパエ。うん、ここさ、ここさというか、なんだろう、この船降りてからの移動とか、ここからそのアルカパに向かう過程とかさ、アモノデルの確定じゃないんだよな。なんか最初にそのスライムとの戦闘は確定なんだけど、それ以降の戦いがたまになんかはしょられる時あるよねとかって思ってたりとか、あとはあのドラキーもドラキーじゃなくて普通になんかお化けネズミとかなんかその辺が出てきたりとかっていうので、この辺のエンカウントってランダムエンカなのかなって思っちゃったりしてるんですよね。なんかそのあたりはあんまりピントは来てないんですけど、どうせもう出てくるからこのチェックは後回しにした方が効率いいな。守りの種は取っちゃおうかな。まあなんかね、強くなってくるとそんな4とか上がったところでそこまで恩恵ないけど、やっぱこういう低い時はね、1ダメージも死活問題ですからね。まあ、基本的に自分はドラゴンクエストにおいてあんまり守備力っていうものを重要視してないんですけど、はい、レヌールジョンのお化け退治。というわけでレヌール城のお化け退治なんですけど、このまま突っ込んだら結構危ないというか主にビアンカが足引っ張っちゃって危ないんでね、この辺でまたレベル上げを、まあ、しなきゃなって思うんですけど、そういった作業っぽいところを動画にしてもしょうがないと思うのでね、まあ切りもいいところだと思いますので、初回はこの辺りで区切っておきましょう。まあ、とりあえずそのレヌール城に突入できる程度の、レベル上げとか金策とかはね、してしっかりと準備を整えておきたいと思います。懐かしい。はい、ではドラゴンクエスト5実況プレイのパート1、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見切るな。